皆様こんにちは。今回はとこの間私お誕生日11月、まあ、もう1ヶ月経っちゃうんですけど1日が誕生日で、その時にね、あのゆりかさんがこのパレットをプレゼントしてくださったんですよ。ケビン・オークインのジュエルポップフェイス&アイパレットっていうものをくださって、でこれをね使ったメイク動画撮りたいと思ってて、はい、今日撮ってみました。こんな感じでね、すごい派手めなメイクが仕上がるパレットだと思うので、私も結構濃いめのメイクをしてみました。でね、このリップも前回のイベントでいただいたリップを使ってみています。はい、すごいね相性が良くって組み合わせてみました。はい、気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。下地これ使います。エスポアの下地使っていきます。うわ、寒いからなんかすごいいつも以上に固まってますね。はい、こんな感じで下地でもうしっかり保湿されてツヤツヤな感じです。そしたらファンデーションはエチュードハウスのダブルラスティングセラムファンデーションアンバーを使っていきます。これもね保湿力があってツヤツヤに仕上がるファンデーションなので、もうこの季節にめちゃくちゃで、エルフのスポンジで伸ばしていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。このファンデーションも本当にツヤツヤに仕上がります。そしたらフェイスパウダーはウェット&ワイルドのフォトフォーカストランスルーセントパウダー、フォトフォーカスルースセッティングパウダーのトランスルーセントを使っていきます。これをトゥーフェイストのパウダーブラシに寄せてファンデーションをセットさせていきます。はい、しっかりセットさせました。結構ね粒子が細かくってたっぷりのせてもそんな厚塗りにならないのですごい好きなパウダーです。そしたら眉毛はケイトのとデザイニングアイブロウスの EX7 番のオリーブ系のカラーを使って眉毛を描いていきたいと思います。この真ん中のカラーをメインで使っていきます。今ちょっと髪の毛の色が抜けてきて明るめになってるので真ん中のカラーだけで仕上げていきます。髪の毛を染めたての時は暗い色を目尻に、じゃない、眉尻に使ってすごい良かったんですけど、やっぱそれだとどうしても眉毛だけ今の髪色だと浮いちゃうので真ん中のカラーと明るいカラーだけを使って眉毛を今回は描いていきます。はい、こんな感じで眉毛を描いたら、最近エルフのこのクリアマスカラを眉毛に使ってて、あ、クリアマスカラっていうかクリアブローみたいな、クリアブロージェルを眉頭を立てるように塗って、で他の眉毛はこう毛流れに沿って塗るとすごいね眉毛が、眉頭の毛がパッて立ってり立体的な眉毛になるので、また最近これにハマってます。前はダイソーの、クリアマスカラでやってたんですけど、それより全然こっちの方があの眉毛がちゃんと立ってくれるので、そう気に入って使ってます。ではこれを使ってメイクしていきたいと思います。そしたら今日はどれ使おうかなと思うんですけど、結構ねこう遊びカラーがいっぱいあるんですよ。なので今日はこの2色使おうかなと思います。
your parents. Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. はい、結構濃いめに仕上がってます。下にも入れていきます。こんな感じで入れました。がっつり囲ったら、このね、かわいい紫を中心に入れたいと思います。チップを使って。はい、こんな感じで入れました。そしたら下はどうしようかな。このトパーズっていうカラーもすごい綺麗で、このカラーもすごい綺麗なので、ちょっと涙袋に入れます。これもね、ちょっとなんていうんだろう、シルバーピンクみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛い。で、ちょっとキラキラさせました。周りをね、このホワイトのカラーでぼかしつつ、ちょっとブラックも左右刺しつつっていう作業をしたいと思います。こんな感じでしたら、ビューラーをしてマスカラを塗っていきたいと思います。はい、で下地塗って乾かしてる間に、下のインラインにウェットエンワイルドのアイライナーで下にインラインを引きます。これ多分特にウォータープルーフってわけじゃないと思うんですけど、私は特ににじんできたりしてないし、このブラウンが絶妙で、あとすっごい長いので気に入って使ってます。で、上のインラインはメイベリンのこの、ペンシルアイライナーで上のインラインを引いていきます。これは本当にこう超滑らかで、黒がもうめちゃくちゃ濃いのでインラインに引いてるんですけど、まあ、ちょっと下に油分があるとすぐこう黒くなっちゃうかなっていう感じなので、ちゃんとセットさせてるときはこれを使います。で、メイベリンハイパータイトライナーのブラックで目尻にラインを引いていきます。こんな感じでアイメイクは終わりました。結構濃いめなアイメイクになったんですけど、マスカラ下地を乾かしてる間にこのシェーディングで、ノーズシャドウとシェーディングを入れていきたいと思います。これ、ユーアグラムのこの斜めカットのブラシで、まず、ノーズシャドウを入れていきます。このブランドの、このシェーディングっていうか、ブロンザーは結構こう、赤みが少なくって、すごい気になってたんですよ。ゆりかさんがこのブロンザーを持ってて、そしたら大きめなブラシでのせていきます。で、チークもこれがここに入ってるこのローズ系のカラーを使っていきたいと思います。これはね、Amazon で買ったチークブラシでのせていきます。この濃い方がマットで、こっちがちょっとラメがシマーなカラーなので、混ぜて、ね、使っていきます。ほんのり、のせていきます。程よいラメ感のチークっていう感じです。そしたら、ハイライトはこれ使っていきます。このブランドのこれです。トゥーフェイストのブラシでのせていきます。
turn back time. Oh, ooh, ooh. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were. そしたらマスカラが可愛いだと思うので、ウェットエワイルドのマックスボリュームマスカラを上下たっぷり塗っていきたいと思います。はい、たっぷり塗りました。そしたらリップはこの3のリリカルリップブルーム、ブルームの6番を使っていきたいと思います。これイベントの時にいただいたものになります。これを塗っていきます。はい、こんな感じメイク仕上がりました。はい、お誕生日っていうことでいただいたこのパレットをずっと使いたくって、でもね、動画でちょっと使いたいなと思って、で我慢して我慢してっていう感じでやっと使いました。本当にこう無難な色がね一つも入ってない結構挑戦系のパレットなんですけど、冬にすごい使えそうな色が多くって、で私今ねプライムカラーのリップにハマっているので、それにも合うこうアイシャドウなので、もうめっちゃ可愛いはい、やっと使えました。あとイベントの時にいただいたねこの3のリップもとも相性すごいいいなと思って、はい、プレゼントしてくださったものです。本当にありがとうございます。はい、こんな感じで今回はお誕生日にいただいたこのケビン・オークインのパレットを使ったメイクをしてみました。はい、多分ケビン・オークインはビューティーリッシュで購入できると思うので、そのリンクを貼っておくので、それがね、もしかしたらビューティーリッシュじゃないかもしれないので、この商品が買えるサイトのリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。